どうもウエストランド井口です。河本です、はい、1週間ぶりでございます。こんばんは。ただこのね我々的な収録です。いやいやまだ何も言ってないよ。収録です。何も言ってないよ。5月29日水曜日収録です。いやいや我々的には2週間ぶりですから。あ、まあそれは本当です。ここに集まるのは2週間ぶり。それを言おうとしただけだから。あ、ごめん、ごめん、ごめん。そんな頭ごなしに怒られて。ごめんごめん、それはごめん。最悪ですよ。また無駄な時間を過ごすかなと思ったよ。違うよ、ちゃんと説明として1週間ぶりですって言ったけど、僕らは2週間ぶりですっていうお伝えすべき情報を言おうとして、こんな怒られたらもうやってらんないよ。引っ掛けるなよ、そういうの。じゃあ、いや引っ掛けてないよ、本当。たまに真面目なこと言うんかよ。もういいよ、そんなやるんだったら来週からもうやりますからね、マジで。やるなって言ったの。いや、それで心折れてくれるパターンじゃない。どっちでしょうゲームやりますよ。やんないよ、もう。本当に生配信の時もあるかもしれないし、いつかはね。その時、いや、ええよ、別に。いやいや、でもどっちかは分かんないわけですから。変なことせず。で、ここまで言っといて、本当に実は生配信やったから。結局やった。こともありますからね。そんだけやっといて。ないよ。綿密な打ち合わせで、ここまでの掛け合いまで用意しといての、実は生配信という可能性もありますから。いやいや、言った日付が正しいです。でも、偉いもんで、本当にもう誰もこれについて言及してないっていうか、そうなんだ、求められてないもん、なんか最初から。あれ始まってるみたいなのとかやったじゃないですか。ああ、本当にみんなガン無視だったもんな、別に。そのどうでもええもんそんなのどっちでもいいですからね。ああ、でもちょっとやっぱ1週間空くだけでちょっと空いた感じはありますね。いつも、まあ、あとそのゲストが続いてたから、この通常回みたいなのは本当に久しぶりかもしれない。まあ合間にちょっとあれつつも、ほとんど6月はゲスト会みたいな感じだったんで、あんな詰め込むかっていうぐらいないやいや別に関係ないんで、その詰め込もうとして詰め込んだわけでもないし、わけではない、なんとなく重なったっていうのはありますけどね、うん、いやいや3組中2人は偶然ですからね、ほぼねまあまあそうですよ。そのあ、でも寺島さん違うか。まあでも皆さんのおかげでね、ちょっと多分聞いてくれる人も増える可能性ありますから。本当にどんどんそういう人をだって前回もね、トシボーイズさんとコラボしましたね。だからね、完全にコラボ会だったんでまあでも案の定というか、案の定って言い方してダメです。案の定乗っかってきてツイートしてくれてますからね。まんまとツイートしてくれてましたから。いや僕も乗っかりたかったんだけどな、ちょっとスマホをなくしてましてね、1週間ほど。もう何なんだよ。すんませんでした、ほんまに。すんませんでしたじゃないよ、本当に。いい加減にしろよ。いい年こいてスマホなくして、うんで、うん、いやいや、そのズボラなだからとかではないからね。いやいや、でもその酔っ払ってとかもあるわけですから。いやでも多少だけど、そんなよ。いやいや、どっちにしろもうなくしたらとんでもないことになるわけですから、もっと迅速になんか動くなりやれることはあるはずですけど、一向に復旧もせず、奥さんとやり取りしてましたからね、僕なんて。あと、何よりすごいのが、1週間お前仕事なかったんだから。そう、これが不幸中の幸いというかね。いやいや、不幸だよ。不幸でしかないよ、もう。嫁も引きつっとったもん、もう。不幸中の不幸だよ。で、とうとうウエストランドのカレンダーにね、嫁が参加することになりました。嘘ついて飲みに行ったりできなくなった。いやいや、もうそれはマネージャーと奥さんがやり取りしてましたからね。グループラインできましたから、ね、それね、1週間後にちょうどロケがあったんですよね。だからロケがあったから、さすがに朝だし連絡取れない状況怖いし、 そこには間に合うかと思ったんですよね。5日ぐらいなくした状態で。そんななんの、なんかもうね、これ分かんないけど、うん、やっぱりちゃんとしたキャリア、実店舗があるそのキャリアじゃないのよ、うんうん、いわゆる僕、格安シムみたいなやつね、はい、あれってそのもう窓口がそのサイトしかないから、だから全部が遅いん。要はそういうデメリットもあるってことが今回分かったというかね。そう、分かった。多分それは大手の方が高いけど、そこら辺のアフターケアはやっぱちゃんと、やっぱ店舗に行ってちゃんと対応してくれる。僕 AU 行ったんですよ、ちなみに、うんうん、AU じゃなかったんです僕。なんでそれ、 KDDI グループの格安シムで、僕てっきり AU だと思ってたら、ね、まあそこら辺はちょっといろいろあるんでしょうから。いや本当にだからそういうのも込みで選んだ方がいいです。格安シム、格安シムって飛びつくんじゃなくて、いやいや、こういう時のためにね。違うんだよ、1週間働いてくれ、そんなことよりそんなことより1週間休みは、僕は1週間の仕事をやってましたから、うん、毎日一人でしたよ。まあ、毎日一人で長野さんとラジオやったり、やってましたね。まあ言ったらひろしさんともラジオやったし、やってましたね。なんでお前もどこにも来ないんだよ。ひろしさんとなんで僕二人でラジオやってんだよ。しまいには。いやでもその間ね、井口君のおかげでもう我が総研本部現場が今月すべて終わりました。知らないよ。知らないよ。後期が4日巻きましたから。僕が内装業の方は知らないよ。
あやっぱ働きに働いて、いや、やっぱ才能あるんですよ、社長も喜びだった、うん、もうてんやわんやだったんですよ、言うても繁忙期ですから、なるほどなるほど、不動産業界は、うんうんうん、不動産業界の繁忙期だから、うん、それはもう喜ばれてたろ、さぞかしもう大火事だったんですよ、もう火の車、なるほどね、それが綺麗に4日巻いて後期、まあ1週間ちょいほぼ仕事なかったですからね、お前は、そう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 じゃないんで、やってくれよ、いや俺バレながらすげえなと思ったよ、いや俺仕事完全に間違えたと思ったの現場で、その自慢はそっちでやってここですんだよ、その自慢は、いやほんまにこっちは僕がこの収録来ましたとか、うん、まだね情報出てないのもありますけど、結構な収録も行かせてもらったりとか、ね、もう一人でそれもあのかつては二人で行ってたものももう一人で完全に行ってますから、ね、そうそうそう、それこそまあねチャンスの時間も行ったりいろいろやってました、収録も結構一人で行ってる感、行ってましたよね、その話はするんだけど、なんでその公務店がうまくいった話ここで聞かされなきゃいけないの、いやその一方どういう気持ちになる、俺密着してほしかったもん、一方その頃すぎるだろいくらなんだマジでジャンルが違いすぎるし、俺造作大工みたいになってたもん、知らないよ別に、枠直したけど仲いい別に作って知らない知らない、いやいや聞きたくないよ、もう終わったと思われてた限界ドアがあるんですよ、鉄のね、もう大体悪くなるともう閉まらなくなるんですけど直したけど、どうでも別におおとはなんないです大家さん大喜びじゃないんだよ、そうじゃなくてあの番組大工さん呼ばれ、いやいや俺のことどうでだからいいよ、ここで自慢すんだよそんなことあの番組ってこの人とこういう絡みあってこういう話してとか、うん、こういうこと起きてっていうのを話す場だから、どっちかというとね、それはまあ本当はマンションのその入り口のね鉄のドア、いいよもう長えな、もう解体から溶接から大工事になるとこだったのを俺が行って2時間で直した、いやいやわかんない、その凄さもピンとこないし、鍵が閉まったって言って大さん喜んでくれたら何よりですけど、ほんまにいや、やっぱ1週間行ってただけあってちゃんと話がいっぱいあるというか、やっぱそのいっぱいあるいっぱいある相当やっては来たんですね、そっち側の方面では、うん、でまあ疲れすぎてその夜、うん、娘にあのカルタで負けるっていうの何歳だっけ6歳、弱すぎるだろ6歳にカルタで負けることある、相当手加減して勝たせてあげるみたいなもんでしょ、手加減してなかったよフルパワーで、フルパワーで見つけられなかったの、うん、何にも、なんでだよ、もうドアだけ直しとけ一生ドア直す以外のことやんな、そうなったら、まあちょっとねその辺の告知できるものもね告知していきますし、はい、まあ長野さんの出所をあれはもう聞けますからね、あの聞けるやつもあるし、まだ2週分出てますんで、またこうあまだその後もついた、はい、ありますし、あとはなんすかね、まあ、ズーワンも出させてもらったりとか、はいはい、あまあここからまたさらにいろんな放送あると思いますので、ぜひぜひそれも見てほしいというのも、ね、そうですね、明日は一応漫才工房だね、明日っていうか、まあ、これを撮ってる段階の明日なんで、はい、もう流れてる頃は終わってるんですけど、すごい嫌ですよね、だから今日は、うん、いや嫌だけど、まあ嫌だってあんま僕の口からね、うん、言えない、一文字も書いて、そんな1週間何も働いてないやつのためになんでネタ書かなきゃいけないんだよっていう話ですから何にもしてないんだから本当に本当はもう触れたくもないから、まあ、刺激したくない、今日刺激だいぶされたよ今のでも何本当にでもマジでこんなないのない今までなかったぐらい、いや言うてもなかったよな、ほんまあ要は僕は一人でいろいろお仕事させてもらってたんで、ライブとかもいられなかったから、うん、いよいよ本当に一人でしたもん、一人でだから公務店としても、いやいやもう獅子奮陣でした獅子奮陣、まあそっちの世界で獅子奮陣なのかもしれないけど、うん、やめてください、だいぶ助かったんじゃないマジで、いや知らだから僕に言われても知らないんだよ、うちの管理物件の大家さん、分かった分かった、だからそっちで言ってくれよその、うん、そっちの人に、東京都の住宅事情の何パーには貢献したと、だから分かんない、そっちの人にこっちで言うなそんなこと、うん、貢献しても別に知ってもしなくてもいいんだからこっちは、俺草むしりも振られたよ、そのいやいや無駄遣いすんなよって言ったもん俺を、いやいやあんなにお笑いでは活躍しないのに、うん、お笑いのね現場では草むしり的なことだけでもいいからやってほしいけど、草むしりすらせんが草むしりすらできないですからね、お笑い界の草むしりすらできないわけじゃないですか、内装やったら草むしりさせるには千鳥さん内装屋だったら俺情けねえなどこ行っても絶対爪痕残して帰るお前千鳥さんに草むしりさせる、駆け上がってきた頃の千鳥さんみたいな感じか、千鳥さんに草むしりさせんだろ、まあ今はなそれを言ったよ、だから言うな、だから俺に草むしりさせるのおかしいだろっつって、いやだから遅くなりますよって、いや分かってる、いやお前はもうその公務店配信の場でそれ言うんだら分かるよお笑いの番組なんだから一応お笑いの配信やってる、草むしりもできんだから草むしりって喋ってなさすぎて1週間転職してくれ本格的にもうそんなやつは
いやでもまあ確かにね、気温もすごかったから、いやほんまに大変なんじゃない、そっちの作業もめちゃくちゃ大変だったけど、運よくエアコンがついとる、その通電された現場ばっかりだったっけ。確かに変な話、なんていうの、まあリフォームとかでしょ、要は。そう、居抜き的なことじゃないですか、電気通ってないところもあるし、まあ必ず通電するんですけどね、仮で。ああ、なるほどなるほど。この期間工事するんで電気通しますって、まあもちろん電気代では払うんですよ、うんうんうん、ただそのエアコンがない現場もあるし、取り替えるっていうので外してそのまんまで作業せんといけんところがある。まあそうか、確かに。僕もでも引っ越しそういやしたじゃないですか、で前の家、だ結局ここで受けたアドバイス通り、そんな掃除ももうしなくていいみたいなあったじゃないですか、余計なことすんなみたいな、ある程度にしてたんですけど、立ち会いがなかったんですよ、そのコロナ禍も鑑みたいな感じで、多いね。だからどうなったんだろうと思って、そっから何の連絡もないし。まあ結構かかるよ、だから。ああそう、その後僕みたいなやつが見に行って、ここ直さないと。ああ、じゃあまだ予断許さないってこと、もしかしたら。多分通達が来ると思う、そのもしお金かかるとしたら。壁が何平米、クロス張り替えとか、クリーニング代が何ぼとか。まあクリーニング代払っとんか、一応クリーニング代だけは払ってるんですけどね。うわ、じゃあね、工務店放送ってねえか、これじゃ終始こっから森泉のコーナーまでやってたら。そうお笑い要素が少なすぎるんだ、いくらなんでも。最近それもあるけどな。そのしかも30分しかない番組、お笑い要素が少ないっていくらなんでも。やばいやばい、それはやばいわ。そうだな、もう、お笑い要素が何もない、何もない。誰が見るんだよこれ。誰向けにやってんのマジで、これ。今月いっぱいまで借りとんだっけあれ。いやいや、もう期間は終わってます。あ、もう鍵返した。もう、そうそう、鍵返したっていうか、これが、だから そういうことあんのか分かんないですけど、もう鍵置いといてくださいみたいな、なんかその、立ち会いないんでみたいな。だからそっからずっともう何の連絡もないんで、だから5月いっぱいで終わってるんで、1ヶ月ぐらい経ったんですけど。ああ、そうか、はい。あ、じゃあちょっと遅いかもな。そうでしょ、だから大丈夫だったのかなとは思ってます。まあ遅いんだろうな。勝ち怒られても、やっぱ知らねえ。やっぱ俺みたいなのがおらんから遅いんだろうな、立ち去ってくれこの現場から、この事務所から。今繁忙期だから特に。ああ、そうそうなんです、繁忙期なんですね。普通はおらんもん俺みたいなの。そういう、いやいや、でもマルチなやつ、こっちの世界はこっちの世界で、お前みたいなやついないんで、その悪い意味で、とにかく悪い意味で。内装屋にもいない、なかなか。やっぱりそのとてつもないもんね、昨日のライブとかも、なんかお互いにこうちょっとなんか文句言い合うじゃないけど、本音をぶつけるみたいな、ちょっと企画ライブみたいな感じだったけど、やっぱその成り立たないんだよこんなバランスじゃ、そのお笑いのことにおいては、こと特にね。内装屋としてのディベートならまだ分かんないけど、いやそれはそれで圧勝だけど。勝てんだ。いや勝とうとも思わねえし、素人が千鳥さんに勝てんだ。千鳥さんって言うさ、何が内装業の大悟さんなんだよ。大悟さんになれるだろ。いや、こっち側で目指してくれ、千鳥を。もうやだよ、これで森泉のコーナーやって、大半の時間は内装業の話なんだから。まあ、それはしょうがないから、1週間そっちにね、重きを置いてたわけですから。いや、言ってました、言ってました、本当に。もう、やめてください。ちょっと、まあ、だから番組もね、言えるやつはどんどん言っていきたいと思いますし、あ、そうですね。はい、そうこうしてる間に忘れることも多々あるんですけど、まあ先っぽいからね、どうやのもあるしね、キンキンのもあったりもするんですけど、いろんなことがあって、そういえばそのわらたまドッカン、まあこれまあ放送まだなんですけど、はい、 あのジグザグジギと一緒に行ってできましたね。マジで意味わかんなかったというか、で山形だったじゃないですか、はい、で山形行って収録終わって、はい、そっからそのちょっと時間、飛行機の時間までちょっと時間あったから、だからね、せっかく仲良しメンバーだし、ちょっと飲んだり飯食ったりするかみたいな、4人でね、してたら、スタッフさんがちょっと空港は本当何もないんで、ここでちょっと1時間半とか待ちましょうみたいになって、あ、そうなんですかみたいな、いや空港マジって何もないんですよみたいな言ってたね。いや、そうかな、いや本当何もないんでここにいましょうってなって、だからそこも一応観光地ではあるんですけど、そうね、飲めるとことかなくて、ご飯食べるとこもちょっと離れたとこしかないから、でも終わってたんだよね、もう。そうそう、だから結局行けないなって、1時間半ただお土産とかも見たりしながら待って、そっから空港に行ったら普通にそのお蕎麦食べてビール飲めるとことかあって、いやこれでいいんだよこっちは、これをなんで何もないことにしてんだよっていう。レストランが一軒ね、そうそうそう、あるけど全部詰め込んであるの、その山形のね、地のものが食べれる、それでいいじゃないですか、それでそこに1時間半いたかったのに、でまあその後
うん、お前と宮沢さんだけ多分先にそこ行ってて、うん、で僕と池田さんはこうまあそうか声かけてくれた人とかいたから、うん、対応とかしてたりして、ワンツーじゃない俺と宮沢さんって多分芸人の人気の全部は言わんけどもうお察しくださいとしか言わんけど、で僕と池田さんあここ飲めるしちょっと飲もうよみたいな、で、うん、してたもうお前らいたから、まあ、いるじゃんってなって、うん、じゃあ一緒に飲むかって4人で飯食おうとして、うん、その時に飲んですね、なんか頼んだんすかって頼んだんすかも言う前か、うん、宮沢さんがとりあえず生ハムだけは頼んどいたって俺も分からんかったんだそのなんでその俺も分からんかったなんかとりあえず頼んどいてくれたという優しさもよく分かんないし、そのなんで生ハムっていうその、うん、で、俺も分かる、あそうなんかみんなシェアする感じなのかなと思ったけど、そば、うん、食いたかったから山形だし、うん、僕が店員さんにで時間もなかったけどそば、うん、ってどれくらい出てきますかって言ったら、まあ、多少気使ってくれて、うん、もう5分以内に出しますよってなってから言ってくれた、ね、あじゃあ僕そば食べますって言ったら、うん、悪いことに、まあ、池田さんはともかくお前もそば食うってなっちゃって、そうね、だから宮沢さんが頼んでおいてくれた生ハム一人でどんどん食わなきゃいけなくなって、いやだって俺も止めれんかったんだよなんで生ハムなんだろうあるんでいっぱい、そうそう地のものもね、地のもののそのおつまみ的なもんも、でもいいじゃないですか、とりあえず生ハム頼んでおいたっていうことを言ってくれましたからね優しい限りですよ、あれシェアするような量じゃなかった5枚ぐらいだったの、まあでもちょっとその放送もまた一人で全部食えた結局ね僕らそば食べる、でもそばももう頼めないから宮沢さんやっぱとりあえず生ハム頼んじゃったからいやいやそんなことはないよいやいやでももういらなかったでしょ飯が、いやいやもうしょうがなく固くなり生ハムで行く宮沢さんでも一度決めたことはやっぱもうその突き通しますから帰りお前喉渇いて酒むちゃくちゃ飲めた一人生ハム食べちゃったせいでね、生ハムいっぱい食べたちょっとまたその辺のね、放送決まったら告知しますんで、ぜひマギー真嗣さんにもパンもらってねそう、マギー真嗣さんがなんか今パン作ってるらしいですからね情報量が多いんじゃん、ほんとめちゃくちゃうまかったけどなうまかったけど、確かになんか急にマギー真嗣さんが、まあ違う回の収録で言ったんですけど、はい、パンみたいになってそれ意味が分かんないじゃないですか なんすかって、作ってんだよっていやって言ったら、いやマジマジみたいになってなんかマジでパン作ってる作ってたで、配ってました、あとそのマギー真嗣、これ本当にその意味わかんないっていうか、マギー真嗣さんの耳がでっかくなっちゃった、あるじゃないですか、まああれをやられて、その当然ね盛り上がるでしょうけど、そのマギー真嗣さんの楽屋の荷物の横に、うん、マギー真嗣グッズの耳がでっかくなっちゃったのやつを、あの人この自分のグッズを今使ってそのネタ売ってるやつ、そうそうそう、だから意味がそのそれが面白すぎてマギー真嗣なりきりグッズみたいなやつを、あれを本家が使ってる、そう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 、どういうことって思うでしょ、すごいな、だから聞いたんですよ僕も、意を消してこれグッズ使ってるんですかって言って、ああこれ出したんだよそのマセキからみたいな、その、流行った時に出したんだよ、いや出したんだよっていうか、それをだからこれが流行ってで、それを出してそれを自分でもう使うっていう意味わかんない、自分でも使ってるって最近あんま手に入んないから、手に入んないからあのグッズを使ってるらしく、やっぱその意味わかんないでしょ、買いだめしてる、買いだめしてる、買いだめっていうかあるでしょうしね、販売も、ね、販売元ですからね、いやちょっとなかなかでしたけど、またね放送も楽しみにしておいてください、はい、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラ ジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、ふとたのコーナー、普通のお便りを送ってもらってます、はい、ブチラジネーム重心サンダーレオポン、梅雨明けの待たれる今日この頃、皆様お変わりはございませんでしょうか、うん、レオポンでございます、まさかの速攻開けたからな、開けたのこのメールを読む前に開けちゃうっていう ね、うん、先日の寺島さんゲスト会にて僕の投稿を採用してくれて、うん、そうだ、なおかつ寺島さんのお気に入りに選ばれて、うん、イベントにて来場者特典トートバッグになるということで、うん、とても嬉しく思っています、おー危ねーよかったこれだって本当に無許可で勝手にやってますからね、やったからね、危ねー井口さんやエレキテル様もご出演のイベントとのことで、うん、ブチラジステッカーをメルカリに売ってでも何とかしてイベントに行こうと思っております年出してくれイベントの料金は、ありがとうございました、でも自分がね作ったやつがトートバッグになるし、ね、ブチラジを聞いてない大半の寺島さんのファンの方にも無理やり渡しますんで行くことになるんですから、うん、寺島さんどうなったんだよと思う可能性ありますけどね、寺島さん書きましたからね、まあ、寺島さん書いてくれたやつなんで、ぜひぜひあのソルジャーも来てください、いやそうですね、それがもらえますんで、はい、ブチラジネームランカ女子、うん、ドラゴンボールのタオルを送ったものです、あービル君がガム仙人好きなやつね、子供だから違う、うん、ビル君も抵抗しとったよ、いやいや子供だからやっぱ子供じゃないよ結婚しとんだよ、うんうん、カメ仙人のポップな柄のやつはどなたが引き取ったのでしょうかああすごいな、本当にビル君が持って帰りました、うんうん、
やはりビルさんがもらってくれたのでしょうか、うん、あれが販売されているということはあのデザインを好む人もいるだろうと思い、うん、一応買ってみましたがすみません。いやいやビル君は大喜び。ああいうアメコミみたいなのが子供は好きだからね。ビル君は抵抗症って、ね、好きでしたよ。実は僕はあの悟空のやつだから普通にも持ち歩いて、やっぱ あのサイズのタオルハンカチ役に立ちますからね、うん、ワンポイントで悟空がついて可愛いやつ、ね、家族旅行持って行ったものブルあと休みの間に家族旅行行くなって働いてんだよブルバのやつ持ってこない家族旅行でもちょうどいいサイズなんですよね。ちょうどいいんだ。ビル君もやっぱアメコミみたいなやつかわいそうに、うん、子供だから実はちょっと微妙かなと思ったのですが、うん、可愛いカリン様がいるのでそれに免じて勘弁してください、うんうん、カリン様も好きだからビル君好きか、うん、好きですよ。布巾や雑巾などに使用してくださ いやいやレッドリボン軍のロゴ歯磨きブルマ、うん、悟空の刺繍だけのシンプルなやつは即決だったのです、うんうんうん、今度は自分の好みを信じて選ぶことにしますいやいや1個はアメコミっぽいやつ絶対ねいやいやもういらないです。いや子供1人いるんでうちもねいないよこのチームにも1人子供いるんでやっぱ喜ぶんで、ね、子供じゃねえビル君行きましょう。おっさんだ、以上ふつおたのコーナーでした。続いては2大メモリー済み普段内装業をしている河本がこの一文がもう芯を食いすぎなんだよ。ほんまにですか。芸人を責めてやってるからこれがちょっと面白文章だけども、面白文章でも何でもないんだから。皆さんの疑問やお悩みを内装の視点で真面目に回答するコーナーです。はい、ブチラジネーム職人の口の中のビス井口さん、河本さん、スタッフの皆さんこんにちは。初めて投稿します。ブチラジネーム職人の口の中のビスと申します。それで行くんか、ほんまにずっと私は内装屋で事務の仕事をしています。あー、へー。先日現場に行く用事があったので壁工事の様子を見学していたのですが、はいはい、なんと職人の口から次々とビスが出てくるのですいや、そうよ。てっきり1本ずつ手に持ってビス止めするものと思っていたので驚きました。河本さんは口の中にビスを何本入れることができますか、教えてください。僕はね、入れるタイプじゃなくて加えるタイプなんで。いやいや、知らないよ。こっからこういや、その、口に加え、入れる人いんの。入れる人いる。どういう意味。おじいちゃんとか。なんでその収納として口を使ってるってこと。やっぱその片手でこうすぐいける。ビスだとこういくの、これで済むわけ。この辺で使うでしょ。いや、この辺言うな。ポッドキャストもあんだよ忘れたのか。口から手元までの方が近いでしょ。まあ、分かるけど、あと、まあ、直でこういける時もあるし。ただその口の中入れるパターンの人って大体、まあ、その割とそのベテランの方が多い。まあ、だからプリント配る時ベロってやる世代でしょ、うん、そうちょっと口の中から出したビス打ち付けられたら、うん、あれ僕が現場監督の時に、うん、その一応接種さんの前であれやめてくれって言ったのはやっぱ糸とか引いてるから糸を引いてるビスをその自分家の壁に打ち込まれるのってすごいちょっとそう、うん、全然影響ないですよ、もちろん。もうまあね、うん、どうせ埋まるし。ないなんか口に巾着みたいなのなんかつけたその口元付近にほっぺたぐらいつけらんない、なんとか。いや、でも一番便利な口ヒゲとか伸ばして、なんかその置けるようにしたいとかなんかヒゲを伸ばして、カチカチに固めて刺してこう、いや、そう、おかしいだろ、それいやいや、だって口の中はやっぱ抵抗あるでしょ、こっちからしたら。まあ気持ち悪いわ、気持ち悪い。だからヒゲを、伊藤博文みたいなああいうやつをカチカチに固めて、そこにだから8本ぐらい入るでしょ、そしたら刺してね。刺して、それはそれはじゃあそんなおかしいだろってそれやってくれよ。あ、でもこんなんじゃ別にあるあるなんだ、口の中から。あともっとすごい人はもう何一回こう使って落ちたビスとかも口ば入れたりしますからね。まあ、だからもう僕は新品しかいけないですから。いやいや、だから収納として本当使ってるってことでしょ、うん、僕は加えてる。持てよ、巾着的なやつを。なんかもっとでもまあしかもビスなんて尖ってるでしょ、うん、大丈夫なの、口の中に入れて。大丈夫、あいつら強いけ鉄分取れるっつってこの間酔ったの聞きたくねえよ、そのなんか内装屋ジョークみたいなやつすごいもん。いやだな。じゃあこれはこの人は内装屋といつつ事務の仕事だからびっくりしたけど全然普通にじゃああるんですね。当たり前のこと。加えるのは何本いけるの、じゃあ何本。まあ言うたってその例えば換気扇止めるでしょ、天井で、うん、片手でこう支えて片手でインパクト持ってるから、うん、ここインパクトのこの先っちょを口のビスに当ててこう4本止めるわけですよ。じゃあ4本落ちてくるから、だから本当ビスなんか2本でいいんですよ、本当は。とりあえずね、もう仮止めで記載すればいいってことね。で、あとは別にこっちからとりあえず止まったら、じゃあもう口の中入れんなよ。4本ぐらい僕は多くても、
ジジイに言っといてくれよ。ジジイはもう全部手でいい。まあ昔は本当口に入れてた。まあ昔と言われてもあれか、どうなんだろうな、うん、インパクトない時代でも別にまあ口に入れた方が便利は便利なのか。便利便利。フランキーなんかあの釘をプって吹いて仮でチュンってやってで打ちますからね。何の話してんの。フランキーワンピースだろ、うん、関係ない。船大工のフランキー。それ言い出したらやっぱ船大工好きなの。じゃあその内装屋視点から言うと、内装屋視点でフランキーはどうなの。結構 いや化け物だろあんなの。いや知らないけどそのいやいやすごい一発で行くんだよ。だって釘パーン知らないよ化け物だよ。いやいや分かんない、そんな目でみんな見てないよ別に、うん、見てない。まあゾロが好きだけどないやどうでもいいよ。もっと言うとナミが好きだよ。だいいよどうでもいいよ、うるせえな。ブチラジネームカービィ 11% もっとやれ、はい。2代目森泉様、井口様こんにちは。こんにちは。梅雨ですね。もう開けたんですよね。開けました、今でこそ湿度 70% くらいある我が家ですが、冬は 20% 台になるほどカラカラになります。洗濯物を室内で干したり、お湯を沸かしたり、沸かしてみたりと試行錯誤で湿度を上げてますが、うん、湿度をうまくコントロールする根本的な解決策はありますか。ちなみにマンションです。あと猫も2匹います。よろしくお願いします。あいやまああの加湿器もうそうだなす、ね、加湿器がもう欠かせないんだろうな。加湿器に勝るものはないですね。加湿除湿できるようなやつ、うん、なんかあんのでも他の昔ながらの方法とか、まあ、そら持ち家で、うん、あの好きなようにできてお金もあって、うんうんうん、そのね家もなんとでもできるんだったらそれは漆喰とかね、うん、壁に塗ったりすりゃそれは調湿してくれますよ。あ冬は、ね、あのね、あの空気の穴がありますから漆喰って土壁でね、ああ珪藻土とかってあの要は海藻の土で、ああ、ね、あの微生物が入ってる、ね、そう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 、 あれはだから多い時は吸ってくれるし、うん、少ない時は吐き出してくれるから。まあでもそんなやるのももうね、うん、その空気清浄機とか加湿除湿できれば勝てませんよやっぱり。あまあだからその現代の文明を取り入れて、うん、加湿器浄水あの空気清浄機を使うのが長いよ。内装の時間が今日はもうとにかくいいと思います。内装業が、ほとんど内装の話なんだ。ほとんど内装の話しちゃった。まあね良かったんじゃないでしょうかね。以上2代目森泉のコーナーでした、はい。続いては野々尻先生。野々先生こと僕が皆さんの失敗を即興で直することでその失敗をチャレンジしてあげるというコーナーです。はい、いけるだけいきましょうか。ブチラジネームゴミ送ってくんなそんなやつはゴミって。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、はい、こんにちは、はい。私は今年の春から大学生になりお笑いサークルにスタッフとして入部しました。そんな人やっぱいるんだな、スタッフとして。しかし周りはみんな霜降り明星などの吉本芸人が好きな陽キャたちばかりで、うん、日陰で生きてきてウエストランドが好きなソルジャーの私とは完全にノリが合いません。なんでだよ。やめたいです。おい言えよちゃんと。そのお笑いのサークルだろ、そのバーベキューサークルみたいなやつだったらバーベキューサークルって何だ。そんなねえよ。そんな名前はねえけど、まあ、バーベキューをしょっちゅうするようなテニスサークルとかだったらしょうがねえかもしれないけど、お笑いサークルなんだからそれで誇れないってどんな集まりなんだよ。解散しちまえよ。なんでこれ。でもほんまにそうだ、解散しろ解散。ほんまにそうだよな。俺らのこと好きだって言うの。お笑いサークルいいお笑い、それがお笑いサークルだ。そこでは堂々と言わないと。お笑いサークルすらそんなに恥ずかしい存在として認識されてんの。お前のせいだろ。なんでのせい。お前みたいなその内装ほぼ内装屋みたいなやついるから恥ずかしいんだろ。やってないからね、お笑いお笑いやってねえから。お前内装屋のファンなのみたいになってんだよこいつ。お前のせいだよ全部。そんなに詳しいな。この前やっと吉本以外の芸人が好きな人と出会えたと思ったら、うん、まさかのスタンダップコーギーファンでした。いねえわそんなやつ。この世のあいつこそゴミだぞ。それはそれでなんとなく嫌です。いや普通に嫌で、ストレートに嫌で。あの三森があのカブトムシとクワガタ大好きだから本を出すみたいな話してて、やっと出ますって見たらその芸人が出すタイプの本じゃなく普通に図鑑みたいな本出してた。あの聞いたらやっぱクワガタ屋のお店の人とかが勉強になるわってもう読んでるみたいなようなやつ。そうそうそう、もうとんでもない図鑑売り場に並べてあるんだから。あいつもだからあいつらもそうでもう芸人じゃない、昆虫屋のやつだから。昆虫屋、昆虫屋のやつ。三森君な。しかしサークルの仕事は好きだし辞めたくないので、うん、井口さんこんなうちのサークル員を罵って全員ソルジャーになるよう仕向けてください。いいよいいよ、もうもしとか言いたいけど意外とこういう人が後にテレビ局とかに就職したりするからあんま言えねえんだよ。そうなんだよな。もう言うなよ。だからこれも見せんな絶対に。嘘だよ。ああそうじゃん、うん、これほんまにこれ言くけな。そう言えないんだよ、うん、本当に。だからお前らずるいんだよ。変な大学、
変な大学だったらいいけど、そうじゃな、普通に学歴とかで言うから僕、うん、その、うん、学歴のその有名大学だったら、そう、僕でも知っとるぐらいの大学だったらもうちょっとね気をつけた方がいい、それ送ってきてくれ、変な大学だったら罵るわ、うん、もう一回送ってきて、うん、そうそう、大学名、大学、そうそう、伏せるまでも偏差値とかね、分かりやすく、うん、ね、送ってきてください、はい、ブチラジネームクレカなくした、なくすやつばっかりじゃないか、なくすかクレカもなくしてますからね、僕いやどうしようもねえ、井口さん、河本さん、こんにちは、はい、私は都内のベンチャー企業で働いています、うん、IT ベンチャーなので周りの人間が仕事への熱意が高く、うん、意識が高いのですが、うん、私は仕事に対してのやる気がそこまでありません、やめろじゃん、やめちまえだったらもう迷惑だ、お前足引っ張ってんだよ、みんなやる気に満ちてやってんだろベンチャーなんて、むしろ漫画家になりたいなと思い全然違うじゃねえかよ、時々漫画を作りながらもダラダラと続けてしまっているだけです、うん、だ、漫画家になって目指せよ、一生後悔すると一度きりの人生なんだから、やりたいことやれよお前、漫画家やってそう失敗したとしても一回挑戦したっていう気持ちがないと、うん、一生後悔するぞお前なんて、書いてやってみろ、どうせ通用しねえんだからやれよ、通用しないと思ってやれよ、通用するかもなと思ってるからうじうじしてんだよ、通用しないと思ったらやれるんだから、まあ、何お前みたいな漫画通用すると思ってうじうじしてんだよ、通用しないんだからやってみろ、やってみてからね、そうなんだよ、どっちつかずの人生で死ぬ時に絶対後悔しそうなのですが抜け出せません、やれよ、通用しないんだから、さんののしてください、通用しないんだよ、通用すると思ってるじゃない、そのもうちょっとなんか、いやいや通用すると思ってるから踏み出せないんだよ、通用しないと思えば踏み出せるから、あ、そうやってみてください、絶対通用しないんで、そう、ガッと言っとる気がする、いやいや違うよ、違う、もうちょっとなんかそうやって背中を押してるわけですから、うん、分かるよ、うん、言いたいことは分かるけど、絶対に通用しません、その冷たい愛がないの、舐めないでください、漫画の世界めちゃくちゃ厳しいです、お前みたいなそのなんか片手間やってる漫画通用しません、頑張ってください、愛がないんで、愛が、いやそう言って背中を押してるってことですから、ね、そういうことね、通用しません、こんぐらい言わないと、こんぐらい言わないとまた通用するかとまだ思って、まだ思ってた、本当に通用しないですからね、めちゃくちゃすごい人しかやっぱ残れない、いやもちろんそうよ、とんでもなく厳しいから、で通用しません、絶対にって言って背中を押してくれてるでしょ、うんうんうん、通用しません、はい、ありがとうございました、冷たいんちゃってんだから以上、ののしり先生のコーナーでした。さあ、ブチラジは YouTube のポッドキャストと audiobook.jp の企業大プランで配信しています。入ってください。audiobook 特別編では、嘘のような本当の話を送ってもらう、そんなことありますのコーナーを行いたいと思います。はい、ということで、引き続きね、新しく見るようになってくれた方もぜひぜひ引き続き、そうですね、見てください。よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週。さよなら。ありがとうございました。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。ひがみ人の幸せってにくいじゃないですか、妬み、ひがみ